どうも。あ、おぎそですけど、開けてもらっていいですか？あ、え？あ、ちょっと、すみません、もうちょっと開けてもらっていいですか？ちょっと待ってください。おはようございます。ちょっと開けてもらっていいですか？ちょっと開けてもらっていいですか？結構不審者みたいになっちゃってて、ちょっとだけ開けてもらっていいですか？不審者だよ。おはようございます。何しに来たの？え、怖いんだけど。あ、来るって言ってませんでしたっけ？え、来るって言ってないよね。言ってませんでしたっけ？おはようございます。すんげえ撮ってんじゃん。とりあえず入っていいですかね？失礼しますね。お邪魔します。いや、マジか。待って、これどこまで、あ、この家って土足全部 OK です？あ、ダメです、ダメです。この家なのちゃんと靴に登らすタイムで。わかりました。お話もありますし、ちょっと閉めないでもらっていいですか？閉めないでもらっていいですか？あの、一回コンタクト入れていいですか？あ、ちょっとお待ちください。わかりました。沖崎さん家に遊びに行こうっていう企画で今回はるばる来たんですけど。え、名古屋から来たの？あ、そうです、さっき着いたとこです。おはようございます。あれ、寝てた？いや、寝てはなかった。くつろいでた。なんか今日生配信、うん、やるって言ってたじゃないですか。え、そうだよ、生配信やるじゃん。オンラインでやるっていう名目だったんですけど、うん、え、どうやってオンラインでやるのって思ったもん。ドッキリできちゃいました。絶対来ないじゃん、東京なんて。ほんと何年ぶりって感じの東京。そうだよね。私、うん、いいですか？え、マジでマジちょっと汚いかも。ちょっとこんな、あの、出稼ぎもなんなんで。待ってね。やば、初めてだよね。こんな感じなんだ。いや、なんかおしゃれじゃない？おしゃれじゃない？ちょっといろいろあるんですけど、一旦、まあ座ってください。まあ座って、まあ座って。いや、うちなのよ。まあ座って。一旦落ち着こう。いや、マジ？やだよ。ということで、マジか。とりあえず、やばいね。見て、この、ちょっと隠そうとしてます。隠そうとしてる。ちょっと一回。この可愛いクマちゃんのね。これ、あの、ヨギボー。ヨギボーはいいから。下にちょっと見せなさいよ。足、やば。あの、これは、はい、昨日一昨日ちょっと、はい、帰ってきて速攻で使えちゃったなみたいなね、っていうのがあったんで。あ、普段はこういう風じゃないと、はい、あの、これはね、ここ。あ、なるほどね。ありがとうございました。じゃあ、いえいえ、ちょっとまだ、ね、いっぱいお部屋とかもありますし、まぁ、あ、ちょっとこのまんまルームツアーみたいなことを。ルームツアー、はい、今回もその企画で来てますから。暗いです。こんな感じ。アレクサー、電気つけて。アレクサがいる家です。ここの間接照明、これポイントですか？私、あの白い、うん、白いライト好きだったんですけど、ちょっとね、この間接的にね、ちょっと、うん、おしゃれにね、ライトの方がいいなっていうことで、クマちゃんの可愛いね。そうですね、こういうちょっとアイドルっぽい。あ、ここはカバンが収納してあるとかですかね。そうです、ね、なるほど。結構ここら辺は綺麗にされてますね。ちなみにこれなんですか？いや、違う。これ何？めっちゃ気になるんだけど。これは買ってきたばっかなの？友達がなんか一回も使ってなくて家に置いてあるやつを、うん、いらないからもらって。なるほどね。捨てるっていうから、そのうち食後のコーヒーとかも出てくる。あ、そうですね。あ、ね、かわいい。なんか、あの、うん、意外と女の子の部屋。なんかこういうね。そうだね。これ好きで買ったやつ。かわいい。これはもらい物だけど。あ、おしゃれだね。どうしようかな。どっから、とりあえず、ここ部屋行ってみるか。とりあえず、お、寝室です、皆さん。普通に汚いからね。寝室。やばー、かわいい。ちょっと見てください、皆さん。木崎の寝てるベッド。いいですね。なんか、これもピンクで、ちょっと可愛らしくて。ピンクじゃない時だってありますよ。ありますか？漫画ですね。あー、なるほど。アイル漫画。あれなんですか？日記ですか？これ？え、これなんだろう、確かに。ちょっと読んで。あ、なんか書いてある。日記じゃない？日記じゃない？食った。ね、2ページで終わる日記。2ページでやめたんだろうね。何、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 ちょっと読んでくださいよ。2021年。あ、じゃあ去年の冬ぐらいだね。はいはい。フライデーって書いてある。フライデー。金曜日だったんだ、ね。英語でフライデーって書いてある。本日、模様替え。久しぶりに日記を書き始める。きっと続かない。暇を持て合わしてる。自分のいいところを探すのも、下手になってる。打ち明け、少しずつ、やりたいを見つめていく。うん、
I love my crazy self。 どういう意味ですか？ちょっと訳をお願いします。I love my crazy self。 セルフ、これ英語的に合ってるんですか？よくわかんないらしいです。あの、自分で作った単語かな。しかも1ページで終わってる。きっと続かないと思う。自分のこと分かりすぎてるね。あ、趣味と。そうですね。寝る部屋みたいな感じですかね。寝る前に、うん、漫画とか読みたいから。もう完全になんか BL ですけどね。なんか、やらしくないですか、この奥に BL を入れるっていう。ちょっとあの、これ見覚えないですか？私がプレゼントしたやつですか？よく覚えてるね。使ってくれてる。ずっと使ってる。東京にも連れてきてくれたんですか？だって結構前にあげたじゃない。結構前だよね。うん。これで BL 漫画読んでるから。これね、だってちゃんと私弾丸で来たからさ、これ本当はね、いつもないんだけど用意したとかそういうのじゃないの。ないね、普通。ちゃんと普通に歌ったんだね。よ、嬉しい。おぎゆりポイント上がりました。それはやばい。あの、いや、クローゼット綺麗ですよ。あのクローゼット基本綺麗なの。お、そうそう。可愛い。うん。鏡を自分でくっつけて。やったの？これ？そうそう、自分でくっつけて。すごいじゃん。全身鏡にしたくて。でもさ、さすがだよね、木崎さん服多いからさ、そう、もうかけきれずにさ、ここら辺めちゃめちゃ。かけれないんだよ、ね。そうそうそう。いいねいいね。うん、綺麗。割と、あ、物多いけど、しっかり収納されてるって感じですね。うん。いいじゃん、いいじゃん。へぇー。まず何しに来た？でもこのなんかさ、ハンガーがさ、すごいバラバラなのが性格出てるよね。私結構色揃えたい派なんですよ。黒だったら黒とか、ね、カラフルなのがまた木崎さんっぽいのかな。ね、かわいい。でも意外と本当に意外だけどめっちゃ乙女な部屋だった。あ、でもそうかも、ね、うん。さあ続いて皆さんが気になっていらっしゃるキッチンに。なるほど。そうそうそう。まずなんですけど、ここキッチンですよね。パソコンデスク兼キッチンですか？あのソファーとか座るとだれちゃうから。あ、なるほどなるほど。これこの椅子、あ、座って普段やってんの、ね、うん、でもここでご飯食べることないかも。え、やりながら。そうそうそう、うんうん、あのなんかそういう時ここだったりとか、うんうん、ここでやってそっちまで持ってるのだるいから、うん、ここでも食べちゃってこのままボンっていう。へえー、でもこのとかって成果じゃない？あ、そう、お花好きなの。うん、すごいじゃん。お腹空いたんで冷蔵庫に。いや、マジで冷蔵庫。やばい。でも結構綺麗なんだけど。てか調味料多いんだけど。え、ここ汚っ。え、調味料でも多くない？自炊するの？うん、するする。え、するんだ。する結構汚いけど。これの飲みかけのシェイクかな。それは。まあ、違うわ。多分3日前ぐらいに。うん、マックをウーバーして。あ、なるほどね。飲み物のため2個ぐらい飲みたくて、うん、2個買ったはいいけど、うん、多分1個、うん、飲めんのそれ。待って、何日後？良くないよ。何日前？3日前ぐらいか。捨てな。ほら、このね、ホワイトビールあるね。そうだね、かわいい。ホワイトビールさ、めっちゃ映えだね。かわいい。かわいいよね。あれ、待って待って待って。え、すみません、私29年間生きてきたんですけど、幼霊像でしたっけ？え、多分普通に酔っ払って帰ってきて、うんうん、入れちゃったのかな。全部冷蔵庫に入れたくて、うん、これを入れたんかな。どうなの味は。来たからね、なんかおもてしししなきゃいけないから。マジ？マジで。え、ちょっと待って、ね、今日ヒエヒエのポテチいらない。の私お昼食べてなくて、何食べてない。なんか作ってもらったりとか。ここにお昼ご飯になりそうな食材ある？ね、家の中のものでなんか作れる。ないよ、うちなんも。作れるみたいなのあったらね。あと酒も多いね。やっぱさすが。ビールもあるし、チャミスルとか。チャミスル、そうだね。飯食う。これ飲めるようにさ、ビルキンソンとか、炭酸水も入ってるね。得意料理とかあるんですか？得意料理は、はい、フライドポテトを、待って、それって何？冷凍のやつでしょ？途中飲みの冷やして。なんか怖いものが多い。これちょっとウェルカムドリンクで。まあ、いらない。ちょっと待って、お腹壊す。え、マジ食べれるのが、お昼食べてないの？お腹空いてない。空いてるの。なんか、おもてなし、なんでもいいよ。え、でも確かにちょっと料理はできる。これ何ね。ここから何出てくるの？結構入ってんね。そこで入らないの？なるほどね。お、でも
調理器具とか結構ありますね。てか結構可愛いあの食器多いです。めっちゃ可愛いね。だってさ、こんな星の形のさ、マグカップ見たことありますか？うちの兄貴がくれたの。え、お兄ちゃんめっちゃいいじゃん、センス。じゃあもう座っていただいて、お作りします。その間にちょっとここら辺とか見つつね。いいね、でも見せる収納的なね。やっぱめっちゃアクセサリー持ってるね。そうなの？私好きだからね。好きだもんね。しかもさ、ここにも結構な漫画あるけど。あ、そう、そこはあの普通の結構有名のこの漫画を紹介タブしたりしたやつを全部詰めてる。すごい。洗面所とかどこですかね。そう。ね。ガチめな顔。え、てか綺麗じゃん。むしろ。綺麗か。うん。ちょっとこのゴミ。さねえ、勝手に来たからこれでコンタクト入れたんだよ。あ、もうこれバスボムは飾る派ですか、使わずに。ラッシュのバスボムは飾る派ですか。可愛いからテンションが。可愛い、しかもいい匂いするめっちゃ。開けるね。開けるね。あ、でもこの中は割と綺麗。なるほどね。いいじゃん。やばい。いや、いいけど、モザイク入れてね。いや、それはちょっとスタッフさんの判断ですよ。私じゃちょっと全然。パンティー。ちょっと映っちゃった。視聴者プレゼント選ばなきゃいけないんで、ちょっと、ここを選ばせていただいて。じゃあパンティーを、はい、履きうるしたパンティーを。おぎゅるチャンネル、そんなチャンネルになったの？それがやっぱりちょっとね、いろいろやっていかないといけないからさ。いやー、楽しみだな。これもさ、覚えてないの？これ多分、うんうん、そうだよね。おぎちゃんこうやって覚えてる。お互いなんかさ、誕生日にこういうの作ったりしてさ。そうそうそう、交換してたね。なんか手紙とかも今読むと恥ずかしいこと書いてる。手紙もね、入ってるとこあるよ。やめよ。ちょっと本当にこれ一回冷えたポテチ食べてほしい。美味しかった。絶対嘘じゃん。ここまでさ、何も飲まずに来て喋り続けても、喉カラカラにこんなポテチを。意外と美味しい。でしょ？ビールでいいんですか？すいません。ユンケルもいらないっす。いや、やれるわ。ありがとうございます。スタッフにもいただいてね。ありがとうございます。前菜。コースですか今日。前菜とメインディッシュ、デザート。いけるんですか？まあ、お座りください。千秋さん。はい。一応、映れるように。そうですね。お顔の方だけちょっと。ちょっとだけ。はい。すいませんね、なんかちょっと。食いたいんでしょなんか。まあ、まずあ、これお通しですか？あ、これお通し。お通しの冷やしチップス。はい。はい。まずこれスライスチーズが。あ、なるほど。お通しになります。あ、そのまま食べる形ですか？そうですね。これ作っていただいて、このまま食べるのが一番美味しいですよ。私、チーズ苦手なんです。そうなんだ。じゃあ一応、いただきますね。あ、お願いいたします。あ、もうじゃあ前菜終わり？この後鍋に水を沸かして。はい。まあ、鍋といえば水。待って！何を手に持っていらっしゃるんですか？こちらはイボの糸。イボの糸。みんなの味方。美味しいやつじゃないですか。そうめん出てくるの？メインディッシュで。あ、普通のそうめんじゃない？あ、わかりました。お、何やら怪しい調味料を。怖いんだけど、あの顔で。何作ろうとしてんの？ちゃんと食べれるもの作ってね。いや、自分でつけて自分で熱くなる。ちょっと待ってないで、沸騰すればいいです。怖い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 。少しする前に入れることで、はい、なんかちょっと昔なじみ感で、昔ながらって言いたい。昔ながらのこれあんまり適当なこと言って、イボの糸さんにあれですからね、怒られますからね。見るよ。めっちゃ考えてるよね。衝撃やな。お願いします。そこら辺ちょっと私厳しいです。23年の頃。大丈夫です。2022年ですね。だから今日結構賭けだったんですよね。夜生配信やるから、うん、そうだね。多分それのちょっと前には帰ってきてるだろうと思って。そうだから今日一応この後、今日がなんか撮るの？そうだよね、北川では撮るよね。そうですよ。東京編ってことですね。そういうことです。東京編なので、この後ちょっとあんまりだからちゃんと企画の打ち合わせとかできてないですけど。あ、でもそしたら私やりたいことあるかも。私の服絶対おびちゃん着ない系統じゃん。着ないね。おびちゃん着せ替え人形企画やりたい。私のクローゼットに入ってる服で、
私をコーディネートしてコーディネートして何着か着させる、うん、楽しそう。結構湯気がこの時は絶対熱いよ。味見ですか。落ちた。ね、ゆ待って、ちゃんと茹でた。じゃなんか一回もさ、ボコボコなってないんだけどさ、利用してもらってもいい。分かりました。こうやって自炊するんだね。あのマジそうだね、自炊っていうか、うん、これを自炊と言っていいのか。だからね、調理器具とかだけファンの方にもらったり、うん、なんかいろいろして、うん、なんかあれが多いんですけど。雑雑待って2個3個2個今日はそうめんなんだけども、はい、ちょっとフレンチっぽいそうめん。フレンチって分かってるんですよね。ちょっとなんかですね、はい、おしゃれな。あ、なるほど。フレンチ味のあるそうめん。あんま聞いたことないフレンチ味のあるって。あ、なんかそういう知識あるのね。盛り付けのね。まあまず、はい、めんつゆ、はい、ちょろり。おお中心部分にこう、なるほど、中心部分からかけていくという、はい、はい。でも味付けはもうこれっていうよりはごま油。ごま油。あ、でもここまではね、あの変な組み合わせないですよ。もう絶対美味しい。結構かけるね。フレンチでごま油って出てきます。そして何ぶっかけ海苔を。あの、すいませんけど、木崎さんこれ普段作ってらっしゃいます？え、初めて食べます。オイル攻めるね。で最後に何塩ソルトですか。え、非常に私不安です。ちょっとお水。待って、そこで入れるんですか。海苔の上からあえてしんなりとさせるというですか。本来だったらちょっと卵とか入れたいんですけど、うち今卵はないので。2022年6月の8日。あ、大丈夫ですね。大丈夫ね。はい。フレンチ味はもうだいぶ消えたけど、キムチを入れる。韓国料理の味ですね。韓国料理。はい。けど、大丈夫ですか。はい。ちょっと舐めて。ちょっと辛い。キムチ食べれます？食べられます。もうちょっとごま油。キムチ入れるからもうちょっとごま油。あー、なるほどね。マジで考えながらやってんのすごいわかるもんね。あと、怪しいことしてる。あっち何なの？大丈夫ですか？怪我しなきゃ。うん。やけどしてないガチ。あ、なんか待って、味見してる。ポテト。このこいつに。はい。待って、別で食べた方が美味しくない絶対。あ、入れるのね。ミニオンをこう添えると。で、お子様ランチみたいな。すごいとこ。お皿に出しませんか？食べとこ性格出ますね。そうでしょ？ちょっとね、お口から血が流れてる。吐血してる。これ子供泣いちゃいますよ。ミニオンの口から吐血。いただきました。料理名を、韓国風、はい、日本の良さ全開、はい、そうめんミニオン添え、吐血ミニオン添え。はい、じゃあこれ2人分ということで、池崎さんとスタッフさんで食べていただくということで、お客さんお腹空いてるらしいので、ママお願いします。やばいって。ちょっとお腹マジで空いてるの。いただきます。怖い。どんな順番で食べればいいんですか。まずこのミニオンを。あ、はい。ミニオンは絶対美味しいよね。だって作ってあるやつだもんね。うん、ポケツミニオン。まあ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 、うん、そうめんは、うん、下のタレとか混ぜて、なんかすごい喧嘩してるケチャップと。いただきます。なんで笑ったの？なんで笑ったの？意外と美味しい。本当に？なんかすんごい粉の味がするんだって。一旦止めて、スタッフさんも一度味見して感想を乗せといてください。俺ウーバーイーツ頼むけど。